ちは。こんにちは。いや、豊さん、あ、バットに、ね、グローブにボールにと。いや、なんか久しぶりなんだよ。例えばバット振るとか、はい、ボールを投げたとか、うん、受けたとか、はい、打ったとか、うん、なんかやっぱり好きなんだな。あ、野球が、なんかこうすごく新鮮に感じました、はい。あ、そうですか、はい。今日はね、ちょっとスタジオを飛び出して、そう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 、こう、普段は練習場、まあ、倉庫を野球の練習場にこう変えてるんだよね、はい、下人工芝で、はい、マシンとかもあってというね、うんうんうん、まあ、あの足立区にあるところをお借りしてるんですけど、はい、あのいいね、いいですね。いい、私初めて、はい、人生で初めてキャッチボールをしたんです。はい、あら、男の子ってね、その相手が俺、ヒドさんです。なんだお前、贅沢だな。いやー、ありがたいっていうか、はい、やっぱ気遣うよね、顔外さなきゃいけないから。あ、そうですね、顔面来ちゃったらもう血だらけ。顔面勝負だろ。いや、顔面、そうですね、顔面勝負でしょ。一応がブカーンなんて鼻で当たったら顔面出れないでしょ。はい、画面もうお休みになっちゃうので。そうで、いや、そうです。いや、でも人生初キャッチボールをしてみて、豊さんのあの回転のこのズシンというくるく球って、やっぱプロってすごいなって思いました。あれでも軽く投げてるからね。本当ですか。まあ、ただ軽く投げても、はい、生きてるボール、死んでるボールっていうのがあって、はい、やっぱ回転がある程度こう遅くても、うん、回転のかかってるボールっていうのは取りやすいし、めちゃめちゃ取りやすいです。そうでしょ。で、1球ちょっとお前死んでるボール投げるからなって言われたの、すっごい分かりました。勢いがないから取りにくいんですよ。取りにくいでしょ、はい、届いてるけど取りにくいでしょ。ものすごい取りにくいです、ね。まあ、野球っていろいろ細かい技があるよね、うん、ありますよね、はい、うん、ただ、はい、外に出たはいいけど、うん、やっぱコロナ心配だな。いや、心配です。あの、外に出ても皆さんマスクもしてますし、うん、あとやっぱりニュースでも続々と、うん、例えばイベントであったりとか、あとスポーツも中止延期になったりとか、うん、無観客も、無観客になるっていうね、オープン戦もそうだけど、で、まあ、開幕がどうなるかというね、はい、まだ発表にはなってないけど、うん、やっぱこうみんなキャンプとかさ、はい、まあ、一人でスイングしたりだとか、一人で打ち込んだり、うん、一人でノック受けたりとか、まあ、いろいろした先には、はい、ファンに喜んでもらいたいとか、うん、ファンに見せたいとか、いいプレーを、うん、まあ、そういうことでやってるわけじゃない、はい、だから無観客になると、うん、やっぱなんかプロ野球選手としての張りがなくなるよね。そうですね、やっぱ見られてるっていうことも、うん、ただ本ちゃんは開幕からだから、はい、まあ、その開幕も、まあ、今年早いじゃないですか、はい、3月20日なので、うん、これ例えば開幕、まあ、オリンピックがあるからずらせないかもしれないですけど、うん、これも無観客になるのか、はたまた試合自体が延期、まあ、延期になるのかね、のかっていうのもまだね、まあ、J リーガーの方はもう開幕してるから、はい、まあ、それを考慮して期間を決めてね、うん、いつまで中止ということをもう先だって発表したよね、はい、だからこれはもう早かったけども、うん、まあ、サッカーはなぜそうなったのかというと、応援団がみんな一斉にその歌を歌い出すと、はい、で応援をし始めると、うん、まあ、野球も同様だよね。鳴り物もありますしね。そうそうそう、だからそういうことを考慮してやっぱ拡散していくのをもう今もう止めるのに必死じゃない、はい、だからもうそれは分かるよね。あ、そうですよね、そこはだから非常に難しい苦渋の決断を示さなきゃいけない日が来るかもわからないけど、うん、はい、まあ、これはもうしょうがないからね。そうですね。あとはこの選手のモチベーションだったり、うん、そう、3月20日に合わせて、まあ、やってるので、 それが伸びていくとどうモチベーションだったりトレーニングをしていいのかっていうところもね、出てくるでしょうし、開幕してないからモチベーションというのは保っていけるんだけど、はい、ただやっぱこう無期限じゃない、はい、分からないじゃない、先が、はい、読めない、うん、だからどこに合わせて調整をしなきゃいけないという、うん、まあ、そういう難しさっていうのは今年はもう特に出てきたし、あと、ま、特に開幕投手とかどうなんですかね。ちょっと一旦もう解除にした方がいいかもわかんないよね、うん、もうこう引っ張られば引っ張られるほど、はい、なんかこう精神的な疲労も蓄積されていくということから考えると、うん、もう少し考慮した方がいいかもね、うん、そうですね。だからマスクしてたって、はい、これは人に移さないという効力はあっても、はい、移らないという効力は薄いみたいだから ね可能性ゼロではないですし、ね、目からも移るっていうし、はい、だからまあそれはしないよりはした方がいいけども、うん、そういう状況の中で、うん、例えばプロ野球だけがやるっていうことはできないよね、うん、そうですよ ねなかなか今まで豊さんの野球人生の中で例えば、まあ、うん、あの
そのゲームが中止とか延期になったってこと、まあ、雨以外であります？いや、そらないな。あ、ないですか。開幕3連戦、はい、雨で全部流れたっていうシーズンもあったけど。あ、そうなんですね。あったあった。あ、なんとまだ開幕できないのかって、はい、それでもなんていうの、雨の日無理してやりたくはないけど、うん、はい、でもせっかく開幕に合わせてきて、うん、その時はもううずうずしたけどね。もう早くやりたくてっていうことですよね。たださ、この病気っていうのは選手にも感染する確率っていうのが高いじゃない。はい、これはやっぱりまだ発表にはなってないけど、はい、1球団も一人も発表になってないんだよね。はい、だからこれが不幸中の幸いでさ、うん、1チームが誰かかかったって言ったらもうその全選手隔離になっちゃうからね。そうするともう試合自体ができなくなりますからね。できなくなるし、うん、これね、やっぱもう2週間ぐらい様子見なきゃいけないわけでしょ、はい、隔離だとか。まあやっぱもうそうなる前に最善の策を取る必要があるね。うん、そうですよね。うん、まあ運動してたら、はい、こう新陳代謝を上げとけば、はい、まあ、映らないという、映りにくいという、うん、ことは発表になっててもさ、はい、まあ、どこで映るかわからないじゃん、見えないから。そうなんですよ。例えば家族とか、うん、そういったねところで映るかもしれないですし。だからさ、うん、ここは借り切ってるけど、はい、3人しかいないんだよね。そうですよね。お前が感染してたら映るからね。はい、それお互いそうですよ。お互いそう。そうなんですよ。カメラマン一人いて、はい、カメラマンが映ってたら昨日体調悪いとか言ってたけど大丈夫かなっていう。ただ、うん、やっぱこれは映った人は被害者で、うん、はい、加害者じゃないんだよね。いや、もちろんそうですよ。これがさ、もうなんかバイキンを扱うように差別されていくっていうのは、うん、これはやっぱ避けなきゃいけないね。いや、本当そうですよね。うん、だからこうなってくるとなんかこう日本の国内もなんか混沌となんかなってる、うん、なんかこう、あ、こう、あ、人の本性じゃないですけど、うん、そういうところでなんか分かってしまうのも寂しい気もしますしね。だから差別だけはやめた方がいいね。ですよね。うん、まあ、心配してあげるというね。そう、被害者だから、うん、だからもう全力を持って周りがサポートしてあげるというような、うん、まあ、そういうことをしないと、うん、こうおかしくなるよ社会が。いや、本当です本当です。ちょっと咳しただけで、ね、みんなその場、まあ、やっぱ離れていくって、ね、うことも始まってますし、まあ、でもその気持ちもわからないでもない気もしますし、移りたくはないけどね、うんうん、移りたくはないけども、そういうことがあるよね。そう、でただ今ね、検査してくださいって言っても検査してもらえない状況も各病院とかであったりもするので、これもね、なんとかそういったことも早く解消してもらえると。そうそうそう。だからスポーツ界、うん、まあ、イベントもそうだし、はい、まあ、俺も一本公演が飛んでるしね。あ、そうなんですね。やっぱり、まあ、仕事に影響も出てきてるし、はい、だからなんとかね、早くね、うん、まあ、お互い一人一人の自覚しかないよね、もうね。そうですね、かからないように睡眠とか栄養たっぷりとって免疫力つけてっていう。それだと大丈夫なのかね。いや、でももうそれしかないですよね、方法がね。もう運しかないみたいな感じだよね。いや、そうなんですよ。ロシアンルーレットみたいな感じで、本当にもう放たれたら終わりみたいな。いや、そうなんですよ。その感じだよね。もうね、運が悪いとかそういう風になっちゃいますし、ね、マスクもね、今本当売り切れてないですし。だね、だから体力のね、子供たちとか、うん、ね、まあ、お年寄りとか、お年寄りとか、はい、だからそういう人たちはもうできるだけね、うん、はい、守ってあげるようにやっぱしなきゃダメだね。ですよね。いや、だからこの時期って、まあ、ちょうど卒業式の延期になったりとかありますけど、子どもたちが今度春休みに入ると、はい、野球少年とかはこういったところで練習とか河川敷に行ってとか、そういうことももしかするとだんだんダメっていう風になってくる可能性もあると。もう冬休みを前倒ししてもうやっちゃうとか、うん、あ、春休みを、春休みとか、うんうんうん、っていう策も考えなきゃダメですね。 いろいろ策考えないと、これもう本当に、うん、まあ、暖かくなったら、うん、菌は死ぬっていうふうに言われてんだけどね、はい、どうなんですかね、分かんないよ、これは なってみないとね。そうですよね。これなんかアフリカ大陸の方でももう感染した人もいるみたいですし、うん、そうだよな。そう、だから暑さってどうな関係あるのか、うん、だから20なんか27度とか、うん、30度のなんかお湯を飲むといいって、それも実はデマだったっていうのが。デマなの？はい、あれツイッターで拡散されましたけど、あれはデマですっていうのがもう報道で出たので。
お湯飲んで。いやいや、まあ、お湯は体にいいですけど関係ないそうです。関係ないの、はい、だからもうそうなってくるとね、ツイッターとか SNS でも嘘のとかデマの情報も、フェイクニュース多いからな、多いんですよ。だからまあそういうことは社会を混乱させるからね、うんうんうん、まあ、ちょっとぜひやめてほしいと思うし、そうですね、やっぱみんなでやっぱ気をつけないと、はい、みんなの楽しみであるスポーツとかイベントだとか、うん、はい、まあ、そういうことがどんどん中止延期になってるからね、うんうん、はい、まあ、みんな気をつけてほしいよね。そうですね。でも野球のそのプロ野球の選手たち、うん、まあ、選抜もどうなるかっていうのもあるし、そうです、はい、だからなんて言うんだろう、もうモチベーションだけはね保ちながらね、はい、もう頑張ってほしいと思います。はい、はい。